人きりで喋ることなさすぎてビビってる今。え、確かにあんまりないね。最後に喋ったのいつだろう。え、なんかチャットはさ、なんかたまにすることあるやん。あ、確かにチャットとかは結構送り合ったりするけど、2人きりで通話はないし、スタジオとかで会った時も他に人がいるもんね。絶対いる。え、やばい、気まずすぎる。どうしよう。気まずくないですよ、マリーさん。あの、指を振る大会ありがとうございました。今、ハーチャマと船長しか出てないの。そう、なんかやっぱいきなりかけてもみんな出なくて、うん、あー、なんかね、タイミングがね、たまたまね、なんか今、うん、ちょうどご飯食べて洗い物してて、で、戻ってきたら、うん、来てたから、うん、あーって思ってそう、なんかマリン、ちょうどね、このダイレクトメッセージの上らへんにいたから、かけるかと思ってあ、そんな感じなの。なんかてっきり船長と話したいと思ってかけてくれたと思ったけど。いや、でも船長と話したいな。適当だったんだね、上にいたからか、うん、いや、でも船長と、船長さ、ほら、チリちゃんの話で盛り上がったりしたよね、去年は。確かに、逆にチリちゃん以外接点ない、ね、やめてよチリちゃんがうちらを繋いでいるわ。なんかさ、結構さ、なんかマリンと仲いいつもりでいるんだけど、なんかなんだかんだ喋る機会がなかったりとか、会う機会が少なかったりとかするんだよね。でもチリちゃん仲いいって言うけどさ、だって2人でご飯とかも行ったことないしさ、うん、通話とかもしたことない。2人でご飯行ったり2人きりで通話することある？ホルメント。え、あるよ。あるの？ね、言ってよ、それは。え、ないの、スイちゃん。友達いないって、マジで。ね、ないかも。でも、だってさ、急にさ、今日通話しようよっつって通話始めることってそんなにない。いや、通話はないけど、ご飯とかはさ、結構行かない？なんか。おー、ビジネスなんだ。ちょっとね、特にさくらみことかビジネスなんでね、一回も二人きりでご飯とかに行ったことないんだよな。逆に誰と二人きりで行ったことあるの？二人きり、ホロメントでしょ？うん、ホロメント、ホロメント。でもトアとか行ったかな。あとイロハとかコヨリとかね。そう、真の友人はここら辺かな、ね、まあね、なんかしかもさ、二人きりで行こうとかじゃなくて、うん、なんか、うん、何ちゃんと行くから来ないみたいな。あ、ね、あ、ある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 。でもそれにしたってね、全然ね、何もしてない。二人でコラボとかも全然しないしね。え、確かに。じゃあ今年はマリンとコラボをするっていうのを目標に。絶対しないやん。12ヶ月経つんだろうな、このまま。絶対しないやつやん。ネタがないんだよね、ネタがね。 したいけどね、我々のシナジーって何？いや、マジでないよ。ガチでないよ。そう。なんかないかな。色合いがさ、正反対でいいね、うん、みたいなこと言ってそれで終わったよね。ガチ、それミコチでいいからな、完全に。それミコチでいいよ。ピンクと水色でね。そう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 。確かに。逆にそっちのがいいわね。なんだったらマリンはさ、ペコラとさ、うん、赤と水色でさ、うん、そこでいい感じだからさ。ペコラでいいわ。それペコラでいいんだよ。もう最後にマリンとサシコラボした時の記憶がないからさ、うん、ガチじゃない。え、お絵描きしたことはある？お絵描きは確かにしたな。あれが最後なんじゃない、なんだったら。めっちゃ前、めっちゃ前。今年しよう、うん、なんだ、半年過ぎる前にもう日程を決めよう。日程も、あ、じゃあ、ちょっと空いてるスケジュールをね。あ、絶対もう来ないやつ。はい、絶対、このままスケジュール送らないやつやん。じゃあ、マリンありがとうございました。ありがとう、バイバーイ。バイバーイ、ありがとう。バカ、変態、うるさい、もう知らない。もう知らない。バカ、変態、ド M だね。You are 変態、バカ、変態、うるさい、もう知らない、もう知らない。ピアン。